おはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まります。さあということで、今日はなんとこちら楽器を持ってきました。これはあのハピードラムって言うんですけどね、音がですね、素人でもめちゃくちゃに叩いてもこのようになんとなく楽器をやってる人みたいに聞こえるっていうね。ということでこれでちょっと、うちのニューヤング TV のオープニングを作ってみたいと思います。いきますよ。ユー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 チューバーニュン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 ニューヤング TV 始まります。さあ今日はね、早速こうモンストやっていきたいと思ってるんですが、あーしかしあれだな、この先何やっていいかわかんないな、どうしよう、誰か教えてくれる人来ないかな。いや来いよそこで来い、そこで来い。呼んだ、呼びましたよ。呼びましたか。さあ今日はですね、なんとフレンドの小西くんが来てくれました、はい、どうもこんにちは、ニューヤングの唯一のフレンド小西ですおにしくん、モンストを始めたんですけど、はいはい、ノーマルダンジョンをね、うん、はい、小西くんが一生懸命やればいいじゃんみたいなことを教えてくれて、 そこでレベル上げをするといいんですよ。ノーマルダンジョンはもう全部終わったんですよ。おすごい。え、小西くんこれやった、このジャック・スパロー。ジャック・スパローは今やってます、頑張って。俺ほら7つもあるんだよ、ほらほら。すごい。ほら金は金出てない。え、ね、金を出さないとダメじゃないですか。僕ジャック・スパロー銀と、うん、ノーマルのやつも運極ですよ。え、嘘、どうやったの。え、ずっとあのゴーストシャーク周回して運極4体でマルチで回ると、うん、え、マルチって何。あ、他のあの小野坂さんが大嫌いな、うん、知らない人と一緒にゲームをするやつ。知らない人とやんのか、怖えよ、嫌だよ俺。一回だから僕とマルチやってみたらどんなものか分かるから、うん、え、ちょっとマルチでやったらそんなに増えるんだったらやりたい、うん、それ。でも小野坂さん、うん、あ、運極一応いるんだ。そうかそうかそうか、いますよ、僕のサンクチュアリードラゴン。ドラゴン、サンクチュアリードラゴン、僕サンクチュアリードラゴンですから。ノーマルダンジョンクリアしたらもらえる報酬でしょ、うん、これあなたの力で運極になったわけじゃないですからね旬としすぎ、早くやってよマルチ。旬としすぎ、どうやんの、どっちがやんの。あ、来た、まるでダメ男まるでダメ男くん来たまるでダメ男くんって言うんだ。まるでダメ男くん、あのちょいちょい変えてます。あ、え、名前変えれんの。名前変えられますよ。嘘。ニューニューヤングとか。嘘。キューヤングとかでもできますよ。これどうしたらいいの。お前と俺順番どうすんの。だから交互です、小野坂さん先行で。なるほどね、うん、お前のキャラは何が強いのこれ。え、お前のどれこれえ、俺のキャラはこの金色に輝く22か。そうそうそう。え、お前何、なんか金の中にいるじゃん。そう、ジョヤベルンっていうね。ジョヤベルン、ジョヤベルンっていう降臨キャラクターですよ。え、すげえ早いじゃん。え、それはなんでタップしなかったの今。あ、こうやって叩かなくてもさすれば。なんで途中でお金出るの。あ、そういうのがあるんですよ、ダメージボーナスですね。だこれで会話しようぜ、あなたの番組でしょこれ、はい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 、みんな見てるよ。待って待って待って。でこれで、まあ、僕が適当に、また次は僕です。あ、使い方知ってんね俺の。スイラちゃん、タップするとグッジョブっていうのが出ました、うん、え、どういうこと。これナイスプレー、ナイスプレーした時はこう拍手した、こうタップすればグッジョブって出ますから、そうなんだ、はい、そういうのを覚えていきましょう。はい、え、これやっぱりやってあげた方が盛り上がるの。そうですね。なんでみんなでワイワイやるもんじゃない。ああ、なるほど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 、うん、あ、ちなみにまるでダメ男くん、まるでダメ男くんの、うん、キャラクターで上にいる子は、うんうん、ウリエルって言って。おいいのこの子。あの、あ、ぶつかると加速します、うん、あと攻撃力アップします、自分が。あ、これいいじゃん。じゃあこの子使おうよ。ほら、うぃー、あんなに弱かった小野坂雅也のキャラクターもこんな。でもすごいですね。でもね、キスリラと
ですね。サンクチュアリもいるし、サンクチュアリドラゴン、俺のサンクチュアリドラゴン、はい、でこっからゴーストシャークが宝箱の中から出てくる可能性もあるんですよ、うんうん、はい、どうすればいいの？それは、うん、運です。それはど上のやつから倒した方がいいってこと？いや、それはどこでもいいですよ。これは別に、これは今のは、うん、縦に、あ、出てきた縦に殴ってた、縦に殴ってた、たまたま今ハマります。どういうこと、どういうこと、どういうこと？もうちょっとめんどくさくなってきた。なんでお前番組だからさ、めんどくさく教えんのめんどくさくなんだよ。めんどくさくなってきた。やめろやめろってやり方俺わかんないよ。グッジョブしか押してないでしょ、だってあなたお前がグッジョブ押した方がいいって言うから、グッジョブ押してるんですよ。どうぞ。聞いた、ちょっとちょっと聞いちゃった。興奮しすぎですから。こういう、何、こんな面白いゲームだったんだ。マルチやった方が楽しいでしょ。うん、うえーいうえーい取れてないでしょ。取れた取れたな、取れた。 で運極キャラクターあるじゃないですか、はいはいはい、運極キャラクターが多いと、ほら、これすごいでしょ。これ出た、1回だけ出るかもしれない。スリラルラ君多いこれ何のタイミングで出んの？これはもう確率ですね、完全に。あ、そうなんだ、うん、自分がやられるスリラーを何体積んでも出る確率は一緒なんで、1回だけ、うん、変わんないです。これ勝てんじゃん。地獄の罪人ども、罪人ども言いにくかっただろうな、この子、はい、これ声優さん？これ声優さんですね。あ、キスリラは、キスリラは花澤香菜ちゃんですよ。嘘ー、撮っててよかったこれクリアするじゃないですか、はい、そしたらそうするといつもだと、うん、この上の5個だけだと思うんですよ、はい、はいはいはい、そうです。で、僕が運極で入ってるんで、さらに2個プラス、うん、で、4人でやったらさらにあと4つプラスなんですよ。4人って何？4人でできるの？最大4人でマルチできるんで、だから4人で回った方がいいんです、これ。友達いない人どうしたらいいの？あ、いっぱいいるじゃないですか。これフレンドなの？これフレンド。わあ、だ、友達がいっぱいいるわけですよ。友達いっぱいいる。顔の知らない友達が、顔の知らない友達があなたには、リアルの友達はいないですけども、いないですけど、インターネットの中には、顔の見えない友達がいっぱいできた。できた。最大100人。最大100人もできた。できる。まるでダメオ君にフレンド申請してました。拒否でいいですか？拒否ダメ。いや、拒否んなよ。拒否んなよ。拒否んじゃねえよ。フレンドになって一緒にマルチをやると、うん、あと絆メーターっていうのがあって、はいはいはい、それがマックスになってもオーブをもらえたりとか、うん、じゃあ早くやろうよ。まあでもフレンドじゃないんで。なんでお前拒否んねんもうその意味がわからんねん、お前の。でも俺的にはやっと小野坂さんが妄想をや始めてくれたかっていう気持ちでいっぱいなんですよ。だからなんで拒否したんだよ、さっきフレンド登録を。だから押し間違えたんですって。まるでダメよ君あんまりこう、まるでダメよって言わないでください。なんで？テンション下がるから。お前がつけたんだろ、自分が意味がわかんない、言ってる意味が。じゃあ僕から小野坂さんにフレンド申請の方お願いします。やったー、マルチやった。フレンドが増えたじゃないですか。フレンド増えました。さあ、小西くん、はい、今日は小西くんを含めての、はい、初めてのマルチ対戦いかがでしたか。マルチはいっぱいもらえるっていうことが、はい、今日初めて分かりました。だアイテムも落ちるし、うん、クリアした後アイテムいっぱいもらえるし、しかも楽。だからやりましょうよ、だから一緒にマルチやりますよ。だから、うん、だから知らない人ともやってくださいね。オーブもらえるから、あとはもう怖いと言うんだったら自分で貼ればいいんです。募集すればいいんです。それはいいんですね。別にいいんですサンクチュアリードラゴンで貼っても貼ってもいいんです。そしたら自分がサンクチュアリードラゴンだから。もそうだ、みんなサンクチュアリードラゴンで入ってきてくれる。うんうんうん、まあそうかな。もっと強いのってくるかな、みんなが。めんどくせえなということで皆さん、登録ボタンの方よろしければよろしくお願いします。登録してくださいね。あとあのこれ、ね、面白かったらこれやってくださいね。いいね、よろしくお願いします。ということで皆さん、明日からまたお仕事頑張ってくださいね。バイバーイ、ヤング TV、 バイバイ。